ちゃ、こんにちは。いや、阪神強い。強いな、はい、負けないですね。オリックスなんか強くてごめんねっていうタオルができてるからな。あ、そうですね。そうオリックスも強い。強いけど阪神も強い。いや、ほんと強いですね、で、まあ今日はその阪神の強さのちょっと要因を豊さんに分析していただきたいんですけれども、そこにプラスアルファいつものように岡田監督の語録だったり一問一答も交えながらちょっと進めていきたいんですけれども、はい、まず岡田監督、今週水曜日がちょうど移動日で、はい、あの巨人戦の前のその時に記者さんが一問一答でインタビューしてるんですけれども、まず後半戦は打線もまあ好調ですねって聞いたところ、もうみんなオールスター出たからもちろん休みなしでやっとったけど体調とかそんなんはうまく持ち越さないというか、あんまり疲労感ないよなっていう、うまくまず疲労感を試ずにできてるっていう、まずそこはどうですか。まあ、タフなんだろうね。やっぱある程度レギュラー固定で何年間か矢野監督も使ってきてるし、はい、そういう面での精神的なスタミナと体力的なスタミナもあるよね。まあ、それとここに来て強いよねじゃなくて、うん、戦う前からの戦略があったよね、はい、いろんなキャンプ行くじゃない、で一番緊張感を感じたのがやっぱ阪神だよね、はい、でコンバートをしたよね。しましたね、はい、それでやっぱりミスが極力出ないような守備体系を作り上げたということで、はい、まずは、そっからのやっぱ戦略というかさ、まあ確かに長いシーズンだからミスは出るにしても、はい、致命的なミスが出ないというかさ、まあそういうことにもなってるし、それはやっぱポジションを固定して、はい、今の現状できるだけ隙がないようにポジションを取らしてるという、だからまあそこら辺は大きいよね。そうですよね。だから打てる人優先でもないんだよ、はい、でまずはやっぱこう守備体系、守備位置、そういったものをやっぱ重視したというかさ、だから練習を見ててもすごく細かかったもんね、指示が。例えばそれはショートに、まあ、小畑選手、木浪選手、で中野選手をセカンドに持っていって、まあ、大山選手と佐藤輝選手はまあ固定ということで一塁さん、そういう練習も非常に綿密にキャンプやってたし、まあ、確かに佐藤輝が守備の面に関してはまだまだもうちょっとっていうところはあるにしても、はい、木浪、中野、これはなんかもう文句ないよね、はい、で大山も文句なくなった。前はやっぱ中野がショートやってるとスローイングがどうなのかなとか、はい、まあ、そういう不安はあったけども、まあ、だけどそういうことも解消されてるし、はい、大山は一つのポジションをやることによって時間ができて、まあ、今年からウエイトに取り組んだというようなね、はい、っていうことも聞いてるし、だから戦国時代もやっぱどういうふうな体型を取るかというと、まずはやっぱ守備を固める、はい、守備体型を固めて攻め込まれないようにする、だからそれがやっぱり戦いの基本にあるわけよね、はい、でそれを岡田さんがまず手掛けたということ、それとやっぱり厳しいよな、はい、まあ、本当に昭和の野球を現代に持ち込んだみたいな、はい、ね、こう昔の野球ってやっぱりね、よかれ悪かれ細かかったっていうことがあるんだよ、ただ打つだけじゃなくて3ボール1ストライク、それから1球を振りに行くのか耐久するのか、はい、それによってやっぱ全然やっぱ相手も変わってくるし、はい、まあ、その証拠にフォアボールがやたら多くなったというね。そうなんですよね、そのフォアボールをきっかけに得点をするという、ノーヒットでね、はい、だからそういう攻撃もできるし、はい、やっぱこうベンチに置いておく終盤に何が必要かということ、そういう選手もいるという。そうですね、まあ、島田だとか、はい、熊谷だとか、上田もそうだよね、そういう選手がもう飛び魚のように塁に出ていくという。そうなんですよ、で足でかき回すというね、はい、だからそれはやっぱ戦略的には長けてる。そうですね、で今話していたそのやっぱフォアボールを選ぶ意識についてすっかり浸透しましたよねという問いに対しては、うんと、結局バッターとピッチャーと逆なわけやろ、バッターはフォアボールを取ろうとして、ピッチャーはフォアボールを出さんとこうとして、投手も昨日というのは水曜日の中日戦だと思うんですけども、無四球やろ、1回から9回までみんな無四球やろ、そういう意識やろな、やっぱりみんな備えしてやってんのに自分だけフォアボールとかピッチャーも出されへんし、さらに前回の監督時代も四球への意識を植え付けていたんですかと、前回だから岡田監督が2007年8年とかに監督していた時からのことですかと聞くと、いやそんなんは言うてないと、あの時のチームはフォアボールを勝手に選びよってん、そういうチームだった、
現チームは去年まで見とったら初球から早打ちのチームやったからもったいないと思ってやっぱりフォアボールの意識を向けさせたと。まあそうだね、二通りの考え方があって、はい、今の投手の実力というかさ、うん、速さっていうのは、はい、追い込まれたら対応できないんだよね、うん、そのぐらいその球種も持ってるし速さも力も持ってるんだよね、はい、だからやっぱり早く行けっていう、うん、早打ちに行け初球から行けっていいボールあったら行けっていうことも言えるし、はい、だけどそういうピッチャーっていうのは共通してボール球が多いっていうことにもなるんだよね、うん、これがまとまってんのが山本とか、あピッチャーそうです、ね、だから勝てるんだよ、はい、だけどそれをボールを振らなかったら勝手に相手が苦しむというね、うん、で大山がサヨナラヒットを打った試合では、はい、相手から9つ、うん、全部で、はい、フォアボールを取ってるわけよ、うん、それはね、うん、9つってヒット9本と一緒やからな。そうですね、うん、それは優位に進むよね、うん、だから、まあ、そこら辺の戦略もあるというね、はい、あとはやっぱ惜しげもなく投入していくという勝負どころっていうその勘が素晴らしいよ、はい、ここ勝負って言った時にやっぱ惜しげもないもん、代打の代打だし、え選手いなくなっちゃうぞっていうようなところも惜しげもなくいくっていうさ、はい、それと面白かったなと思うのは島本を宇佐美にぶつけた時に、はい、ワンアウト1、2塁でね、で宇佐美を三振取ったんだよ、はい、次木下ね、ピッチングコーチをわざわざ生かして、おそらく島本の投球見てたら何を言ったかっていうのが分かるんだけど、はい、とにかくストライクは投げるなと、でフォークボールかなんかで誘えと、はい、誘って手を出さなかったらあとはこっちがちょっと考えるって、おそのね島本もそこに投げれるんだよ、まあそうその実力ですよ、ね、で誘うけど振ってこなかった、はい、そしたらわざわざ2アウト1、2塁を2アウト満塁にして次の溝脇か、はい、で勝負いったんだよ、うん、で中日はもう選手使い切ってて右の代打もいないわけよ、はい、でも右出したところで岡田監督だったらすぐ右を用意してるよ、はい、だからその勝負になったんだけど、それをサードゴロに打ち取ってサヨナラにつなげたというね、はい、だからそういう度胸も座ってるという、普通ツーアウトランナー1、2塁申告敬遠満塁にするリスクは取らないけどでも勝つっていうことはリスキーなことも背負っていかないと勝てない時があるんだよね、だからそこを岡田監督はよく分かってるというか、それを度胸よくやるよね。そうですよね、うん、だもうさらに相手の先の先2、3手、5手先ぐらいまで絶対こうなってくる、こうなってくる、だからこっちは裏を行ってこうこうっていうところまで綿密に考えてるっていうのが、だからね先に動いたらね岡田監督の時は負ける、裏を裏取ってくるから。そうか、うん、だからねこのね、うん、面白いよ岡田監督は、ね、やっぱ戦略的には長けてるよ。本当に相手チームのバッテリーとかすごい洞察力がやっぱ岡田監督って素晴らしいと思うのが、うん、金曜日の阪神と巨人戦、まあ、戸郷投手と村上投手の投げ合いの時なんですけれども、森下選手が、まあ、ホームランも出たことに関して記者が聞いたところ、まあ、そうだねと、あの1打席目でね、うん、やっぱりあそこで 3-2 からでも1打席目のインコースまっすぐ投げ寄って、それを大城選手が構えてたと。それでこれはもう今日インコースまっすぐっていうのをもうそうだなと思った。でそういうふうに言ってたらちょうどその2打席目も来たからね、そこに構えてたからねと、あと思ったけどやっぱり森下打ち寄ったね、でこっちもまあフォローしてると、そういうことに関してでそれを自分で考え出したら大したもんだけどなっていうふうにおっしゃってたので、それをやっぱり岡田監督がベンチで伝えてた、それをもうすぐ分かったっていう、まあ、森下のね教育がね、はい、とにかくまっすぐ行けと、うん、打席に入ったらまっすぐ狙いで行けと、全部ま、はい、っすぐで打ち取られるなと、ま、うん、っすぐに刺されるなっていう教育をしてるわけ。あこれは一貫して、はい、あれだけブリ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 振るやつも珍しいんだけど、はい、振れるっていうのはやっぱバッターにとっての一つの基本にあるわけね、うん、あのバットを振れるっていうこと、全力で振れるっていうことは、普通だったらここはさもう少し右へとか考えろっていうけど、うんはい、そういう細かいことは一切言わないね、うん、だからもうとにかく今年はまっすぐ一本でいけるって、うん、そういうのは徹底されてるよ。してますよね、うん、で岡田監督本当によく選手
手、相手チームもそうだし、見てる見てる、自分たちの選手のことにすごい見てますね、うん、それもすごいな。いや、それで手をちゃんと打ってくるよね。あ、そうですよね、うん、でそれが見事ハマるっていう。あと、あの10連勝、まあ、しましたけれども、その10連勝の反動もないですかと聞いたら、とてつもないことが起こっての勝ちじゃないからなと。普通に戦っての勝ちが多いやんか。追加点が取れるときに追加点を取るとかな。だからめちゃめちゃ負けゲームをバーンとひっくり返したりとか、そんなんないやんか。それは先発ピッチャーがある程度ゲームを作れているからやろなということで、結局そのめちゃめちゃ負けゲームをバーンとひっくり返してはない、勝てるのを勝ってるだけっていう。いや、その粘っこいよ。だから阪神の試合長い、長いですねだからこれ疲れんのかなと思うけど、はい、もう慣れてるんだろうな。そうなんでしょうね。いや、粘っこいよ。あと、その5月の大型連勝の時とこの間の10連勝とはやっぱり違うんですかって記者さんが聞いたら、もうそれは違う、今の勝ち方の方が安定している、いや、そうだな、で見ててもいいと。でこのパターンやったらこれ最後勝てるかなというのもあるやん、雰囲気が。今日はあかんと思ってるのを逆転するのじゃなくて、これあと1点取ったら今日勝ちやなという流れで来れている。その取り方がまた前がな。そうなんですよね。だから1点欲しいって時に手を打てるだけの選手も控えてるし、はい、そうだな、うん、いいな。いいですよね。あと相手のやっぱ手の札というか手の血を見てるという意味では、その小笠原投手と投げ合いになった時も、例えばこれは水曜日の話ですね、水曜日小笠原投手が初回から飛ばしているから、これは球数増えてきたら落ちてくるでと言っていた。やっぱり中盤から145キロくらいしか出えへんようになるやん、序盤150とか出とっても1回から点を取らんでもええということやんか。それはもうこっちは向こうのリリーフ陣とかそんなの頭に入ってるからなという、もうなんか達観してる感じですよね。いやいや、あのね、中野にバントってなかなかなかったんだけど、はい、どの試合あったかな、ジャイアンツ戦だったかな、はい、なんかの試合で、あ、中野にバントさせるんやと思って初回からみたいな、はい、バントさせたら向こうもバントしてきたんだよね。うん、相手もあれちょっと忘れちゃったな、どこの試合か、はい、でも当てが外れていくんだけどもさ、はい、打ち合いになって、うん、だけどやっぱりね、戦う前のシミュレーションというのもしっかりできてるね。そうですね、こうなったらこうなるっていう、その相手ピッチャーだから、初回から点取れるようなピッチャーじゃなければ、まあ、初回は我慢して我慢して、うん、無理に点は取らずに、うん、球数増えていけば落ちるっていう、そこを一気に攻めるっていう、うんうん、戦国武将のようですね。いや、武将のようになんなきゃダメなんだよ、みんなが本来は。いやいや、本来はもう飾り物で置いとくわけじゃないからな。そうですよね。ピッチャー交代して、なんかバントしたい時にバントしてみたいな、うん、走らす時には走らしておくかみたいな、はい、そんなオーソドックスな野球じゃ岡田監督には勝てない。いや、そうですよね。何かひねらないと、あと本当によく下の選手も見ているなというのが、例えば中継ぎ、やっぱ桐敷投手と島本投手のこの差は2枚大きいですよね、うん、いや2枚じゃなしにまだおるで、うちにはいっぱいと。で中でもやっぱ一番ハマったのは桐敷投手やなと。俺たまたまフレッシュ、まあ、救援フレッシュオールスターズを見てたと、うん、で桐敷投手が9回に1イニング投げたのを見て、これこいつ中継ぎいけるなと思ったもんなっていう、そのやっぱり下の試合も欠かさず見てるという。いや、普通監督だと見なきゃいけないんだけどさ、はい、まあだけどやっぱそう決めたら信頼するよな。はい、もう徹底して自分のその見た選手、はい、自分で思ったようなことは演じていくよね、岡田監督は、うん、だから桐敷は大丈夫って言ったら、本当このところ桐敷だからね。そうなんですよ。そうだからそういう眼力というかさ、はい、そういうものはやっぱ長けてるところはあるよね。そのフレッシュの救援のその9回最後1イニングを見て、これ中継ぎでいけるっていうのも、その監督のまあ長年の経験とか直感っていうものなんですか、うん、まああるんだろうね。だからまあ里照は外してみたり、はい、2軍に落としてみたり、はい、いろんな刺激を与えながら、まあ、やってくるよね。そうですよね。あとその長期ロードが終わってからが鞭を入れる時期だとおっしゃってましたよねというふうに言ったんですけれども、甲子園帰るまでにこんな勝つと思ってなかったよ、はっきり言って。もっと負けると思ってた。そんなもう鞭入れんでも逃げるやろ、逃げ馬ということで、もしかしたらもうこのまま鞭入れずに、いやもうルメールだからって自分で言ってたから乗ったら勝つやろみたいな。確かにそうなっ
ってますよね。そうそうそう、だからもう生まれで行かせっていうような感じだよね。無知入れる必要もないし。そうですよね。ということは岡田監督が常々おっしゃっていた、まあ、9月だったりとか無知を、ね、入れるとかっていうのをせず、このまま逃げ切る可能性っていうのももう視野に入ってきてるというところなんですね。まあ、そうだよね。だからもう自分が想像してたよりもチームは働いたということだよね。そうですよね。ああ、まあ、だからそのやっぱ岡田監督の持ってる緊張感だとか、はい、そういう岡田監督が言ってることが本当になるっていうことは占い師みたいな、うん、で占い師がこうこうこういう預言者がこうこうこういう、はい、こうなんか信者みたいに当たると、はい、なんかこう岡田教みたいなそうですね、岡田教そういうことも言えるよね。さあこう暗示にかかるというか、はい、だからそういうことでチームはうまくいくというね。ですね、うん、で、まあ、開幕前には若手が自信をつけてシーズン中に成長することを期待していたと思うんですが、だ、まあ、今が一番強いな、はっきり言うて5月より今の方が強いと思うで、まあ、強いというか自力がついたということかな。やるべきことが分かって、それでちゃんと選手がやっている、役割分担とかいろんな野手もピッチャーも選手たちもいわゆる成長してきたということを実感してるっていう、まあ、そうやろな。ここに来てやっぱノイジーとサトテルが当たってきたからな。そうですね、これは止めれないよ。もう準備万端になっちゃいましたね。マジック点灯した時にじゃあ今後誰がポイントになってくるかって言ったら、はい、ノイジーと佐藤輝明、うん、この2人が打ったら足取りは軽くなるよって、うん、でも打たなかったら足取りは重いよって言った動画があると思うんだけど、はい、やっぱこの2人が打つともう会長にこう会長層みたいにこうあってもうポッポッポ行きますよ。ポッポ行くな。いやだから今その例えばタイガースの中で何か資格を見つけようとしてもなかなか見つからない。資格はねやっぱ坂本だよ。坂本がしっかりマスクをかぶれてるからいいけど、はい、戦列を離れるとか、うん、もう本当にそうしない限りはこのまま行くだろうな。おー、そう。やっぱ梅野の骨折で、はい、大体キャッチャーが1枚しかいない。ただその間でも阪神ベンチの中では教育をしてるんだろうけどな。まあそうですね、長坂選手とか、うん、そうそう、坂井田選手だったりとか、そうそうそう、出た時にはどうなるかわからないけども、まあ、坂本が離脱しないうちはまあ大丈夫だろうね。あ、じゃあもうそれ以外は順調に、うん、また坂本がさ、はい、行ってほしい時にピッチャーのとこ行くもんな。絶妙だまですね。あ、でやっぱね賢いわ、うん、よく観察してるピッチャーのことですね、うんうん、で状況を把握しながら、はい、ピッチャーと照らし合わせてのリードっていうのもよくできてるな。うーん、いや本当味ある。味がある。味がある。だ、梅野選手も味あるし、また坂本選手も非常に味があっていいキャッチャーが、うん、っていうことですよね。あとはね、報道関係を使うのもうまいな岡田監督。そうです、ね、昭和の時代の人だから、はい、新聞に書かせて刺激を与えるという、うん、まあ、そういう手法もね、うん、忘れかけられてたけども、はい、思い出すと、まあ、懐かしく俺は思うけどね。あ、そうですね、昭和の時の野球を、緻密なものをやって絶対選手のことは悪く言わないとかさまあいろいろ今ね、うん、あるけど、はい、でも新聞報道を使って選手に刺激を入れるというさ、はい、まあ、こういう手法っていうのも、うん、まあ、ありだなっていうね。あのいわゆる野村さんもやっていたような。そうそうそう、はい、だからやっぱ勝てば官軍で、はい、勝てばやっぱり何でも許されるというかさ、うん、やっぱ目標が一つなんで、はい、優勝というね、それとその先には日本一っていうのがあるんで、やっぱそれを掴みに行こうとしてる先端のチームっていうのはそこに不満っていうのは出ないよ、ね、出ないですね、うん、それをない言ってもね。ですよね、うん、だから選手たちももうこのぐらいのゲーム下がってマジック点灯してあれに向けていって、しかもやればやるほどそれが勝ちという結果になって帰ってくるのがすごく自信につながって、さらに強くなっていってるのかな。いい野球やってるし、森下なんか本当にいいチームに入ったよな本当ですね、よかったですよね。いや、よかった、1年目からな。それとあいつがまたいいとこで打つわそうなんですよ、本当。あいつの持ってるスター性なんだろうな、ね、中央大学、うん、全然違うね。そんなことスター性が違う。そんなことはないですよ。いやでも大したもんだよ、ルーキーで。ルーキーで、そうですよ。ジャイアンツ戦の戸郷から打った先制ツーランなんか見事だしな。素晴らしかったです、ね。まあ、助言があったにしても、はい、打つのは森下だからさ、はい、それを来るからって確実に打てるとは限らんからな、うん、でもそれを打って見せるっていうところがさ、はい、いや素
敵な選手を取ったな。本当そうですね、うん、でその選手だからよく分かったよ、うん、岡田監督が森下は将来的には牧の上行くよって。あ、牧選手より上ですか、うん、となんか感じさせるよ。そうやって、いや牧はすごく安定してるんだけど、うん、森下は華やかさがあるというか、うんうん、意外性があるというか、はい、だからなくてはならない選手だし、うん、牧はこうものすごく安定感がある選手だし、だからそれはどっちが好き嫌いかっていうことで、まあ、好みにはなってくる、好みにはなってくると思うんだけど、はい、まあ、岡田監督っていうのはそこまでやっぱ見てたんだなと思って。すごいですね、うん、他のチームに比べてもほぼ打順とかもあまりそういじらないじゃないですか、まあ、サトテル選手、ノイジー選手のとはまたな、打順を変えたりとか、うん、当たるんだよ変えるといや、木浪を休まして、はい、小畑を使った小畑さんだとかさ、そうなんだ、ノイジーを先に打たしてたんだけど、あ、サトテル当たってきたから5番に据えてノイジーって言ったら、うん、このまた打順の流れが良くなるんだよ。だからやっぱりよく見てるんだよ。そこですかね、うん、だからその替え時っていうのをすごく分かってるって。でも次の日左ピッチャーやからサトテル、まあ、今日5番を打たしたけど明日は6番かな、うん、左の内容があんま良くないからなみたいな、そうです、そういうのをボソッと言ってるからね。そうなんですよね、うん、だから逆にもう言う必要はないという新聞で読めみたいな確かにそうですね、伝える必要はないっていう。いやでもここまでね話してもやっぱり岡田監督のやっぱ手腕だったりとかものを見る目とかで かわいいガーって見て、うん、打った瞬間点が入った瞬間ガーってあの振ったことない子供のような笑顔。あと飴が好きなんですよね、ベンチで。そうあの動画でも飴が開かない岡田監督とかもう可愛いようにファンの方たちにすごいいじられてるのが可愛いなと思ったりもするんですけどね。まあただね、DeNA 戦であの抗議があったけども、うん、はい、あれからまたさらに強いな、うん、そうですね、うん、やっぱああいう指揮官が戦う姿勢を見せるとさ、うん、やっぱいいな。そうですね、岡田監督は無駄に点が入った時しか笑わないけどだけどああいうやっぱ戦う姿勢っていうのを見せるとさ、うん、選手は鼓舞されるな。そうですね、うん、だからその厳しい表情とあの喜んだ表情とあとはチームのために怒るというか、ああいうよく使い分けてるというか、すごいですね、飴とムチだな。でね、それと飴も与えてないけどね飴は自分しか振ってない。そうそう、飴は糖分は自分だけなんですけどねまあムチも使ってないんだよね。まだ全く使ってないです、まあ、でもそれだけでやっぱチームって変わるものなんだなっていう。いや、 やっぱ指揮官の雰囲気って大きいよ、うん、戦うっていうことだから。はい、ね、いやなんか改めて岡田監督とやっぱ阪神を ここに持ってきてる選手たちのなんか強さというか、やっぱね勉強してるわ、うんうん、勉強してる監督も選手たちも監督としての勉強してる岡田監督が、うんうん、この勉強がやっぱすごいな、うんうん、と思うわ。そうですよね、うん、いや、まあ、もうまだまだ聞いてる。勉強してないっていう人もいるかもだねあ、まあ感覚とか他に、ね、他、まあまあ、そうですけど、ね、みたいなのはあるけど、ね、いやでもちょっとねこれだけではまだまだなんか岡田監督の強さ阪神の強さって語れないので別動画でもまたやりましょう。あ、そうだね、はい、はい。